金閣寺、三島由紀夫。夜空のように金閣は暗黒時代の象徴として作られたのだった。そこで私の無双の金閣は、その周囲に押し寄せている闇の背景を必要とした。闇の中に美しい細身の柱の構造が内から微光を放って、じっと物静かに座っていた。人がこの建築にどんな言葉で語りかけても、美しい金閣は無言で、繊細な構造を表して周囲の闇に耐えていなければならぬ。私はまたその屋根の頂に、長い歳月を風雨にさらされてきた金堂の鳳凰を思った。この神秘的な金色の鳥は、時も作らず羽ばたきもせず、自分が鳥であることも忘れてしまっているに違いなかった。しかしそれが飛ばないように見えるのは間違いだ。他の鳥が空間を飛ぶのに、この金の鳳凰は輝く翼を上げて永遠に時間の中を飛んでいるのだ。時間がその翼を打つ。翼を打って後方に流れてゆく。飛んでいるためには、鳳凰はただ不動の姿で、目を怒らせ翼を高く掲げ、尾羽を翻し、いかめしい金色の層の足をしっかと踏ん張っていればよかったのだ。そうして考えると、私は金閣そのものも時間の海を渡ってきた美しい船のように思われた。美術書が語っているその壁の少ない吹き抜きの建築は、船の構造を空想させ、この複雑な三層の屋形船が望んでいる池は海の象徴を思わせた。金閣はおびただしい夜を渡ってきた。いつ果てるとも知れぬ航海、そして昼の間というもの、この不思議な船はそ知らぬ顔で怒りを下ろし、大勢の人が見物するのに任せ、夜が来ると周囲の闇に勢いを得て、その屋根を穂のように膨らませて出航したのである。思い出すことのできない空白を埋めているものは、例えば静かな夏の昼下がり、日の光の中に降ってくる